限界かな。よし、ここで休憩しよう。やっぱり動かないか。パソコン動かないのか。こうやって叩くと治るって。やめてくださいよ。しっ、お前のためを思って直してやろうとしたのに。壊れてないかな。やった、治ったぞ。あれ、バッテリーがゼロなのに動いてる。みんな、こっちに来いよ。工場があるんだ。本当だ。でもこんなところに工場？なんだろう。調べてみるか。行ってみよう。この工場、僕のパソコンが直ったことと関係があるのだろうか。おい、小四郎、工場を調べに行くぞ。はい、今行きます。
Thank you.
そろそろ先に進もうかと思ったけど、扉が2つ、どっちに進む？これだけ広い工場です。二手に分かれて調べるのが効率的じゃないでしょうか。そうだな、チームに分けるか。小四郎、メンバーはお前が決めてくれや。僕でいいんですか？ああ、二手に分かれるって提案したのもお前だしな。これで決まりだな。じゃあまたここで落ち合おう。みんな気をつけてね。それじゃあ僕らも進みましょう。はいな。
お化け電池とモーターだ。こんなので工場を動かしてるなんて。驚きましたな。ところにドアだ。きっとお化け電池の中に通じてますのや。入ってみましょう。こうしろ。俺たちも行くよ。大丈夫です。ここはひとまず僕とテントモンだけで調べてみます。ここで待ってるよ。何か見つけたら教えてくれ。はい。小四郎たち、ちょっとね。ああ、俺たちも先に進もうぜ。
声か。この部屋から聞こえてくるよ。入ってみよう。大丈夫かな。あれ、ロボット？デジモンなのか。そう、しかもいいデジモン。今は動いてないみたいだけど。そっか、じゃあ。壁一面に描かれた模様みたいなものは何でっか？これはコンピューターのプログラムだ。小四郎はん、何しはるんです？このプログラムを分析してみるのさ。やっと僕のパソコンの出番ってわけさ。小四郎はんの顔、今までになく生き生きしてますな。謎が解けるかもしれないからね。ここがどこで君たちが何者かとかね。なるほど。わてはどっちも興味おまへんな。そう。小四郎はんは自分が何者かなんて興味ありますか？僕は。ねえあなた、いつになったらあの子に本当のことを。もう少し待とう。今話せば小四郎はショックを受ける。なあ小四郎はん、小四郎はんってば。何？パソコンのモニターがおかしいで。モニターの文字が勝手に動いてる。小四郎はん、デジバイスが。こっちも光り出した。あちあちちちちち、なんや、体が急に熱なって。テントも大丈夫ですか？まさかこのプログラムのせい。なかなか出てこないから心配したぞ。それで何か掴めたか？ええ、
詳しくは後で話します。ひとまず太一さんと合流しましょう。何を見つけたんだ？この工場ではプログラムそのものがエネルギーを作っているんです。お、つまりどういうこと？この世界ではデータとかプログラム、本来は情報でしかないものがデジタルデータが実体化しているんです。それってすごいの？アイジーン、ゆっくりしてるとアンドロモンに追いつかれちゃうよ。そうだ、今はアンドロモンだ。アンドロモン？工場の奥でアンドロモンってデジモンを見つけたんだけど。みんな、早くこっから逃げよう。そうですね、行きましょう、皆さん。
やった。テントモンが進化した。消えた。邪神が落ちた。どうやら元に戻ったようですね。黒い歯車が体内に入り込んだと思ったら、あんなことになってしまった。気にすんなって、故障みたいなものなんだから。助けてもらった霊に、ここから出る方法を教える。地下水道を行くといい。ありがとう、アンドロモン。君たちの幸運を祈る。無事、元の世界に帰れるように。